そうですね、私はですね、正直自炊が苦手でございまして、はい、もうほとんどそうですね。はい、皆さんこんにちは。未来ストの関野です。未来ストの大隅です。この動画ではインド就職のハードルを下げるべく、我々未来ストが、インドの生の情報をお届けします。その名も未来ストインディアチャンネル。はい、皆さんこんにちは。未来ストの関野です。未来ストの大隅です。今回も質問をいただいております。はい、ありがとうございます。インドで1ヶ月食費どれぐらいかかりますかという質問になりますね。食費のお話になります。前回年収のお話させていただいたんですけれども、食費、自炊やる方ですとか、あと交際費でよく使う方によっていろいろ食費って違うかなと思うんですけれども、関野さんどうですか？1ヶ月の食費どんな感じで思いますか？そうですね、私はですね、正直自炊が苦手でございまして、はい、もうほとんどそうですね、外で外食をする、そして夜はそうですね、であと昼は今こちらの日本人の方で、その弁当のデリバリーをですねしていただいている方がいらっしゃって、その方の弁当を食べているとかですね、なので自炊はほぼしてないですね。例えば、ランチ、はい、買うとなる相場って大体どれぐらいですか？ああ、なるほど。もし日本食をですね、食べたいということであれば、お弁当であれば大体400ルピーぐらいですかね、700円ぐらい。そうですね。はい。で、外で日本食を食べる場合は、多分800ルピーとかかかりますよね、多分ね。そうですね。1200円から500円ぐらい。そうですね。400円ぐらい、1400円ぐらいですかね。やっぱり日本食はまだインドだと全然メジャーな料理ではないので、こっちで日本食っていうのはちょっと高い料理っていうイメージがありまして、日本と比べても同じかちょっと高いかぐらいになります。そうですね。一方でインド料理をランチで食べた場合とかすっごい安いですよね。そうなんですよ。インド人の方がよく定食でカレー一品と、あとナンとですよね、あとダヒーって言われるヨーグルトみたいな、そういう23点の弁当を頼んだ場合ってあれって150ルピーとかですよね。そうですね。なので日本円で300円ぐらい。あとは企業にも言いますけど、食堂があって、1人30ルピーとかでそのカレーをビュッフェみたいに食べれるっていう企業もあるみたいですね。そうですよね。結構工場系の企業さんとかね、多いですよね。なので日本でも同じことが言いますけど、その選ぶものによって値段は結構まちまちといったところですが、やっぱり一番安く済むのは自炊かなと思います。そうですね。例えばですね、スーパーマーケットとか行きますと、野菜とかはやっぱり日本とは比べ物にならないぐらい安く、例えば1kg あたり30ルピーとかで、例えば人参が売ってたりとか、じゃがいもが売ってたりとか、そういった形でちょっとほんと100円出したお釣りが来るぐらいの価値でもどっさり買えるといった、それぐらいの相場で野菜とかも売ってるかなと思います。一方でお肉とかは生のものがちょっと日本みたいにパックにあって仕入れるというのはちょっと難しいかなというのがあるので、冷凍で買って実際に解凍して調理するっていった方法がメジャーかなと思います。で、値段は私はあんまり使ってないんですけど、日本と同じぐらいかそれ以下ぐらいかなと思います。そうですね。はい、あとはですね、よく日本人が使っているスーパーマーケットですと、キメズマートっていうのがあるんですけれども、韓国食材をメインで扱っているストアになります。ここにはいろいろ日本人が欲しそうなだしですとか、あと海苔ですとか、あと豆腐とか、そういった食材、やっぱり隣のね国、韓国の人が経営してるっていうだけあって、結構似たような食材があるんですけれども、これは比較的日本と同じ価格か、それよりちょっと安いぐらいの金額で買えるかなと思います。なのでうまくですね、マーケットにある食材と、あとはそういった日本人が好きそうな食材ですね、組み合わせて自炊をすれば、もちろんやっぱり自炊なんですけど安く抑えられるかなと思います。あとですね、食費と言いますと、どうしてもこれ日本から持ってきた方がいいんじゃないかなっていうのがあるんですけど、調味料ですね。調味料は日本輸入で買うとなるとちょっと高くついたりするので、基本的な調味料って1回買うと結構長く使えるものがあるので、日本からある程度こう基礎的な調味料とか味噌とか醤油とか持ってこれたら、一番こうベストかなというふうに思いますね。私ブログの方にもこういった食品のこととか書いてあるので、ぜひ参考にしてもらえるといいかなと思います。はい、今回は以上です。